ダイヤのエストファミリーの皆さん、こんにちは。沢村偉人役の坂井太です。川上のりふみ役の篠田ひろです。めっちゃ元気やん。アニマル紳士役の楽さ楽さ。さあ、奥村講師役の内田優馬です。そして瀬戸坂馬役の大山誰ちょっとね、今日ね調子がそう、あまりよろしくないんですけれども、ゆいかおり役の村瀬歩夢です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、ということでね、はい、我々はですね、はい、今は神宮バッティングドームの近くにおります。はい、神宮ですよ。本日は聖堂高校1年生チームとですね、聖堂高校 2,3 年生チームに分かれて神宮バッティングドームにて、バッティング対決をしたいと思っているんですけれども、先輩うるさい。一部のテンションおかしいし一部は声一切出ないし、人スタイルその分も頑張ってくださ い, い後輩のそうだよ、フォロー。そうだよ、一番年上の先輩がフォローしてくれる。ありがてー、年齢の話をするフォローするの普通1年生違う。ありがてー、ありがてー。何も喋んないいやいやいや、もうそれは円滑を進めるために。こんな時だけ気づかんのということでね、はい、これから向かう神宮バッティングドームにはですね、はい、ダイヤナイスとコラボした沢村英順がボールを投げる、沢村英順打席があるんですね。そう、結構これもう3年ぐらい経つんですけど、ずっとやってくださってて、はい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 、そちらの方にね、はい、行きたいなというふうに思っております。はい、そしてですね、そのバッティングドームに向かう前に本日の対決ルールを説明したいと思いますよ。はい、1人1打席20球ずつ挑戦しまして、ホームランボードというのがございます。こちらに当たれば50ポイント、はい、そしてスタンドの看板に当たれば3ベースヒットとなり30ポイント、うん、そしてそれ以外の背景に当たりますと2ベースヒットとなって20ポイント、うん、普通に当たればヒット10ポイントということで、点数を稼いでいきます。とりあえず当てればいいってことね。そうですね、当たれば点数になります。前に飛べばいいんですね。前に飛べば点数になりますんで、皆さんぜひ当ててください。よし、頑張るぞ。全員挑戦が終了した時点で合計ポイントが多い方がチームが勝利となります。なるほどね。まあ、今回ですね、なんと普通にバッティングセンターするだけではございません。対決モードというのをご用意しています。お前何されてない誰か気になるよね、気になるよね、やっぱりめっちゃ気になったの、めっちゃ気になったの。愛の手は後でお前が声直った時に入れてくれたらダメでしょ。対戦モードなんでございますけどもですね、はい、相手チームの打席中にですね、球種というのを変更することができます。球種というのは70キロ、90キロ、110キロ、変化球、この4つ、うん、つまりどの球投げるかはもう相手チームの心を読んで、うん、俺がピッチャーになってやってもらうわけです、ね、そうそう。だからもう本当に人間と対戦するぐらい難しいんです。あ、そうなんだ。普通のバッティングっていうのは、はい、同じ速度でやっぱ打つので、誰かが変えるっていうのが普通ないんですよ。なるほどね、だからこれは変えられるので、だからずっと同じ速度で来ると思ったら急に緩いボールが来たり、緩いボールが来ると思ったら急に速いボールが来たりとか、対応できないとかね。さらに変化球もあると思う。なるほどね、かなり出るわけだよ。打てるわけがないずっとここずっと楽屋から言ってんのよ、もう翔さん、もう出るかもしれないっす。いやいや、俺も MeToo って言ってやったよ。いやダメダメ、そこも勝負勝負勝負。我々だって我々ね、一回、オールスターゲーム3で、そうですね、全員不甲斐ない姿を晒してるんですよ。みんな、そうか、もう経験してるんだ。俺、バット握ったことすらなくて。あ、そうか、唯一来てないのか。そう、だし、野球の、その、なんていうの、バットに触るのが今日初めて。まだ触ってない。え、バット自体に触ることが。そう、触ったことがない。これは、お前も帰ってくれ。いや、そういう人にもちょっと門戸を開けて優しくしてくださいよ、ぜひ。まあ、でも打てるわけがないって言ってるやつ、同レベル。そうです。でも、1本でもちょっと当てたいっていう気持ちはね、すごく。当たればポイントになりますからね。そう、当てましょう、当てましょう。頑張っていただきたいと思いますけどね。それ大事ね、それ大事ね。何を喋ってる、聞こえない。ファンではないんですかって。ファンではないんですかって。ファンでは残念ながらないですね。だって、大阪君めっちゃ有利じゃん。いや、でもその分人数。一緒か。一緒。どう、怖え。こっちに乗り込んでるような感じ。いない、怖いよ。何人ちょっといい時間なんだからやめてよ。どうにかで対決しますけどね。ただ対決するわけです。はい。勝ったチームにはですね、超人気店の唐揚げをなんとプレゼント。あら、唐揚げ。ただ、勝っただけで終わりません。負けた方のチーム、罰ゲームがございます。地獄って書いてます。
地獄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  地獄のような目に遭ってもらいます。やだよね。ということでぜひ皆さんね。じゃあもうこれ以上唐揚げなしでしょ。これ以上ね。なくさないか。もうお互いに楽しかった楽しかったで終わらせます。それはね、俺も提案したんですけどダメでした。まずゲーム性が欲しいんだ。そりゃそうだ、誰が見てて楽しいんだろう。そうですね。だからもうお笑いなく皆さんに頑張っていただきたい。シャトーブリアンくれって言ってます。美味しい唐揚げ食うから。また別の日にプライベートで。さあ、というわけでね、早速みんなでバッティングの方に行きたいと思います。参りました。はい、ました。早速ですね、1年生チームから挑戦していただきたいと思います。よし、ということでバッティング対決プレイボール。ああ始まった。始まるよ。始まった。さあ、始まりました。体で表現力。そうですね。喋るな。喋るな。様子見ますか。はい。じゃあ。初級、人生初の。やば、見えなかった、見えなかった。今の、今の、たくさんできる。あっ、恥ずかしいです。つぶよ、つぶよ。構えて、投げて、来ました。なんか、ゴルフみたいなやつだね。あれは、大丈夫か、バーンだよ。もう、あの持ち方なんだよ。あれはいいか、当たってんの。今、当たった、今、当たった、今、当たった。今、当たった。当たった、当たった。でも、あれで10ポイントになるから。いけいけ。おい、後ろは向こうじゃないか。前飛ばないで、プロ。当たるよ、当たるよ。前に出てる。これは結構強い。これ難しい。これ結構20球ってあれがね、速そうだね。そうなんですよ。前のシュートサクサク投げてくる。当てていくんや。当てていくんや。え、高い？俺ちょっと高い。もうちょっと下？もうちょっと上かも。もうちょっと上？マスターだもん。もうとりあえず当てるっていうことだけを考えてるんであれで、まあ、ポイント稼ぐことが確かに、ね、そうだね、そうだね。あっ、えー、えー、えー、かわいい。いや、これむずい。かっこ悪くても当たればいい。あ、いいよいいよいいよ。当たった。え、これあと 何球ぐらいだろう。あと5球、あと5球。いや、ホームラン打ちたい。え、もうちょっとね。あれ、ホームラン打ちたい。お前ホームラン打ちたいって言ったら、あの打ち方、その打ち方でホームラン打てたらすげえよ。どんな気分。もう当たった。自分の重力を無視してる。いけるよ、いけるよ。どう考えたら。あ、さあ残り2球ですよ。ホームラン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 。前に飛ばして、ここはもう全力投球で。構えがもうほぼバントなんだよな。ほぼバントの構え。男の3球です。これで。ということで終了と。はい、また一人目でございます。いやー、白熱しました。どうだった？すごい楽しくて、でも。なんかホームラン打てそうで打てない感じがいいですね。あとちょっとで多分当たったら行ってたと思います。そんなことねえよ。え、あの打ち方でいけるわけねえだろホームラン。いや、でもずっとこうじゃん。ずっとこうじゃん。正しくはどうやるんですか。正しくは普通にこうやってもらって、こうですよ。もう手も離れてたからもうバントみたいな。バント声優です。以後よろしくお願いします。ありがとうございました。バント声優、バント声優だ。なんだそのバント声優。バント声優だ。さあ、今日は一切声が出ない山下大輝です。無理すんな。もう来た時になんかね、でもウィスパーみたいな喋りだったんですよ。機嫌悪いのかなって思って。いや、もう事務所から連絡もらってたからね。お、うん、MC が今日変わります。確かにそうです。最初ね、どうぞ。山下さんも喉の調子が悪いんで。さあ、元テニス部の山下さんの20球でございます。ボールをね、まずはこう捨てるっていう。まずはこう慣れてますからね。そこ全然起こしてないね。構えはちょっと強に行ってますけどね。もう来るよ。多分あれ分かってないから。あ、来た。おー、でも結
構なんか大胆な振りかぶり、スイング速い、回転しました。いけいけいけ、うえっ、おお、なんかいった、見えねえ、いった、いったけど、まっすぐだね。そんな簡単に当たるんだ。いや、あいつテニスやってるから多分球に、ね、慣れてんだよ。いけ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 、おお、すげえ当たるじゃん。あいつ片手で打ったね。もうテニス打ち、テニス打ちじゃねえか。おお、まあ、意外と飛んでます。当てる、うん、すごいな、結構当たってんじゃん。おお、ただいよいよ、あの打った後のあのでかくこうブインってなるのが一体あれなんだっけ。テニス打ったのテニスってあーなるか、あれサーなんですか。あれサーなんですか。サーっぽいんじゃないですか。あれ勝ってんの、あれで、あれでいってるんですよきっと。おお、すげえでかい当たり。いい当たりしましたね。上行くとね、2ポイントとか3ポイントもらえるんですよ。まっすぐだとダメなんですよ。そうなんですよ。あー、山なり、いい山なり。行かないと、10ポイントなんですよ。結構サクサクいくよな。うわー、むずそう。当たってる、当たってる、当たってる、当たってる。でも対応してますね。結構咲いてるのに。いや、対応してるね。タイミングが合ってるんだよね。いいぞ、いいぞ。そういや、黙々と結構ね、そうなんだよ、ちょこちょこ無言で書いてる。おお、いい音した。いいいいいい、めちゃやっぱ、おお、すごい、いいよいいよいいよ。残り5球、対応してるもう松岡も黙々と。おお、ボタンをこっちか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 どれが打たれないかちょっと試行錯誤してる。今この速度が一番当たらない、中速が当たらない。高速だとちょっと分かりづらいですね。意外とは、意外と中速が苦手なんだ。うわ、こういうの見えるんですね、ここで見てると。あー、ちょっと一番変化球当たってる。変化球がね、変化球当たってるよね。待てるんだ。待てるわ、すげえ変化球ちゃんと待ってる。お、終わり、終わりました。いや、うまい。いや、すごいすごい。へえ、対決なのにちょっと感心しちゃう。いや、当たってる。いや、すげえな。感想を一言。お、楽しかった。覚えろか、当たったから。結構当たってたね。ちょっと、ちょっと今、なんか、なんか今、なんかどっかの社長がなんかこうやってきて、いや、確かに、ダメだな。久しぶりにちょっと若い頃思い出して、みたいな感じで。ゴルフやったじゃん。いい汗をかかせ。もう、本当に楽しかった。もう喋るぞ、お前。ナイス。ナイスナイス。次、ナイスやります。いや、頑張ったよ。いや、ちょっと、お代わりに、俺が。ほら、いきなりありがとうございます。無言の、まあ、ゆうまくんはね、ゆうまくんはどうなんだろうな。よっしゃ、あいつどうなの。でも、ゆうま比較的運動神経良さそうな感じ。そうだ、ライト当たるんですよ、ね、見とけよみたいな感じでしましたよね。いきます。早速これでもいいです。あいつ、ひどい。やめてやろう、やめてやろう。それはやめてやろう。いや、結構いってるっていうからね。意外と当たる。ただストレートは慣れてるけど、変化球は慣れてる。うまい。おお、うん、あ、当てるのはできるんだ。当てるんだ。やっぱね、もう上に持ってくっていいんだよね。うわー、いい音した。すごいじゃん。いや、これマジ高速見せちゃうんだ。まず当てるのが難しいから。いや、すげーよ。当たってるね。当たってるやん。結構いい音したな。ゆま惜しい。抑えたのに弱い。低い、低めに弱い。おお、え、これホームラン。今のツーベースかな。ツーベース。マジゆうまかっこいい。おお、どんどん当たるじゃん。あいつなんであんな当たる。変化球。おー、やっぱちょっと遅い球にね。変化球弱い。急に急にちょっと変化球、変化球じゃない。なんだろうな。あいつ、待って、今頑張れ。変化球だよ。頑張れ。いや、急に急にくるくる。ここに早いでもいい。優しくしてあげて。絶対なんだ、絶対、絶対。わぁ、次次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 。おお、当たる。小当たりしてきた。やっぱストレートだな。ストレートはやっぱ当てるのうまい。おお、ほらほら、うん、
だね。いいよ、ユーマ。ホームランだ。はい。やっぱ遅い球ね。遅い球ね。遅い方がダメなんだ。いやでもちょっとわかるな。いやでもこれ、すごい、なんかそう、大きなもんでもやっぱ感じるもの感じました。え、すごい。でもずっと変化球が来てると思ってた。全然速度の違いが分かんない。初めてってやっぱそのもんだ。一切分かんない。でも今見てきたって全然分かんない。よっぽど極端な感じになったけど、分かんない。いいぞ、いいぞ。ラストは変化球でね、ラスト締めたいでしょ。これ打てるかどうか。あ、ちょっとずつ当たってきてる。当たってる。終了。あ、早い。いや、ユーマの早いな。気持ち悪い方じゃないな。終了です。いや、でも、ツーベース。ツーベース打ったね。かっこいい。すごい。芯に当たってたよ。こんなもん、こんなもん。なんだろう。お前、せめてホームラン打ってからにしてくれ。こんなもんですわ。こんなもんですわ。いや、でもなかなかこの二人が上手かったから上々じゃないですか。点的には結構入ったはずですから。これいい勝負になると思います。おー、楽しみだ。二人が意外といい成績。ありがとう。ありがとうございます。人生チーム終了でございます。ね、何点だろう。はい。あー、ここからどっち。すごい、野球ジャンキーだ、野球ジャンキーだ。先輩がもう待ちきれません。というわけで、2、3年生チームの挑戦を始めたいと思います。誰よりも声張ってくれて。いや、結構、うるさい。1年生チーム調子よかった。あ、うるさい。そうですよ、下村さんにちょっと。俺、うるさい。頑張っていただきます。大丈夫。うるさくない。うるさい。不安に、不安になって人に期待に不安になってるから。あ、やっていい。ちょっと不安になってるから大声出しちゃいます。結構、こっちの声聞こえないね。あ、お化け屋敷で大声出しちゃう。全然聞こえない。同じシーン。OK なの。行くよ。大丈夫ですよ。スタート。先輩より先輩より聞こえないように、うん、聞こえないように。いきなり高速で行くの。いけるのか。下野さんの実力俺知らないんだよ。確かに下野さんが運動されてるあんまイメージない。あんま見たない。でもなんかスタンスすごいちゃんと取って、ね、クラウチングスです。うわ、感じる。感じる。いや、スイングはスイングはすごい、はい、そう、しばらく同じで様子見。おー、いいぞいいぞいいぞ。これやばいな。うわ、早い。早いかも。ちょっと待って。やばいやばいやばい。怖えー。そう、怖えーよ。下野さん、さあ下野さんどうだ。変化球来ると思うでしょ。おー、当たる当たる。いいぞいいぞ。重いし。下野さんは逆に早い球が苦手かも。おー、うん、すごい。今の前飛んだの、道が入ってないの。いいですね。でもなんかすごいいい音が。あ、下野さん変化球が似てる。下野さん変化球が似てる。下野さん変化球で一回中速ぐらいにしてね、やっぱりね。挟んで。あ、でもやっぱこういうのは当たれるんだ。うん、から変化球ですよ。そうね。さあ、どうだ。おー、すげえ。今のツーベースでしょ。やばい、めちゃめちゃ。だなぁ。あ、おー。高速変化球、高速変化球ですね。変化つけて。球速変えて。緩急をね、つけて。いいかもしれない。一回打たれたからちょっと厳しいやり方。ちょっと厳しいやり方をやってみます。これいいぞ。いいぞこれ。飛んだ先輩陣。全然当たんねえよ。いいぞ。いいぞ。頑張れ。いいぞ。急に当たんなくなっちゃった。急に当たんなくなっちゃった。下野さん、いいぞ。ナイスマッサージ。下野さん、急にダメになっちゃった。これ下野さんに効果抜群すぎるでしょ。急にかすりもしなくなっちゃった。次、変化球ですよ。あれ、ちょっと待って、変化球連続しますか。一回、ちょっと。おお、あ、だから同じのが連続しちゃうと学べちゃうんだ、経験値で。なんか次、高速は打てない。それなりに、あの一歩歩くと忘れちゃうみたいな。一歩挟むと忘れちゃうみたいな。全然ダメだ。先輩ばかりしてる。連続したためには下野さん無敵だから。おお、マジか。あー、マジやね。いやでもすごい、下野さん。下野さん楽しいぞ。すごい。いや、一回すごい当たりありましたね。めちゃめちゃ当たったけど、あそ、最後のやつはあそこに当たっちゃったね。ちょっとどういう球来てたか分かりました？変化球とか、あとスピードがなんとなく遅い速いだけは分かったけど、あのずっと最初の方結構いろいろ言ってたんですけど、うん、途中から変化球高速、変化球高速、変化球高速ってずっとやってたんですよ。連続して。いやマジかよ。でもなんか同じの連続してたら簡単に打てちゃってたから、
いや、そんなことなかった。いや、ずっと緊張してた。当たってましたよ。いや、でもすごい、吉本さん。いやお疲れ様です。いや、楽しいね。なんだろう、外れても楽しいって、なんだろう、外れても気持ちになる。キラキラしてる。外れてもなんか、くっそって気持ちになる、これね。キラキラどうしよう、少年さんキラキラしてるよ。少年の笑み。少年の笑みだ。おじさんキラキラしてるよ、今。俺、汗飲んだらキラキラ光ってる。青春感じてる。これはすごい。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございました。戦略でぶつけよう。当たんない。いや、今当たってましたよ。当たってる。いける。ちょっと言います。当たんないって言った声がちょっと可愛かった。そうですよ。何それ。急にバン。何その構え。急にバンとしちゃって。やめて。神の構えやめてよ、その。片手。もう叩きだよ。待って、どうしたら勝てるの、これ。すごい高くしてる。それってそんな高くなるの。高いじゃん。今のはないだろ。やるってよ、バカ。結果発表。